雪村自画像山和文化館像雪村天正17年頃は、室町時代後期、戦国時代の画像で水墨画を描いた。雪村集景とも称し、意味な別号として、女系鶴仙道人などがある。佐竹氏の一族であるが武家を継がず、禅僧となり、東国各地を遍歴し、ご法上氏や足しなど戦国大名の秘語を受けた。修文。 雪舟の画風をしたい、後独自の特色を発揮して、一家をなす。最も山水画に長次、花長画や人物画も良くした。両道貧日立国武水に、佐竹氏の一族の長男として生まれる。近くの下村田には雪村が筆を洗ったと伝えられる池がある。本来なら、長男として家を継ぐはずだが、雪村の父は、他の妻の子を後取りとしたため、 幼くして、無双祖籍を解散とする正宗寺に入って修行をする。雪村修計の修の文字は無双派の通字で、雪村も同系統の僧のもとで前僧の修行を積んだと考えられる。同時は、佐竹氏の菩提寺で、絵画をはじめとした多くの寺法を所蔵し、これらの作品は、雪村の画風にも影響を与えたという。50歳半ば頃、関東各地を放浪する。 丹成和歌義衆によると、天文15年に、合図で、アシナモリウジに、ガジク、マキブル法を伝授した。これは、絵画の鑑賞法を意味すると推測される。天文19年には、相模国を訪れ、宋雲寺で解散である、一転宗星の鎮宗を描いた。五宝城市の城下町である、小田原、鎌倉も訪れて、多くの名品に接し、他の画僧と交流したらしい。 雪紫、初初長図に、鎌倉縁楽寺の4インドー人が記した、天文おつぼはき9月の画山が残る。その後、日立の鹿島神宮に立ち寄って、馬の絵を奉納し、合図を再訪。旅道貧図、花長図屏風などは、この時期の作品と考えられている。60歳半ば以降は、欧州を中心に活動、最晩年の十数年間は見張る。 田村氏の日後のもと現在の福島県郡山市、西田町にある伊予に住んだとされる。三春と合図を行き来した時期もあったとみられ、三春では当初は田村氏菩提寺の副寿寺で暮らしていた時期もあったと伝わる。その生涯には不明な点が多く、生没年もはっきりしないが、80歳代まで絵師として現役だったとことが判明している。探偵月図に、行年八十歳次雪村の図。 少々八景図屏風に、次、雪村老八十六サイズの、とある。名前からわかるように、雪村自身、雪舟を強く意識し尊敬していたようだが、画風に影響を受けなかった。両者は対比されることもある。関東の水墨画の中でも、極めて独自性が高い画風を確立した。江戸時代の尾型光林は、雪村の自由で伸びやかな筆致や作品全体に、 溢れるユーモアを特に好んだのか、雪村を深く敬愛し思縮した。光林は、雪村の模写をいくつも試みており、また雪村が使っていたと言われる石金をどこからか入手し、小西家伝来資料の中にそれは今なお現存している。さらに、光林の晩年の代表作、くれない白梅図屏風と、雪村が、あくび補定、くれない白梅図を比べると、 中央に描かれているのが水流と補丁の違いこそあれ、全体の構図、梅の枝ぶりなどが驚くほどよく似ている。天文11年に表したとされるガロン、説問亭主運は、義書とみなす説が学会では、近年有力であるが、固くされるほど雪村が、江戸時代の画家たちに尊崇された少佐との見方もある。明治時代以降は、橋本画法や加の方外らに影響を与え、 岡倉角造も雪村を高く評価している。ただ、一般的に外資って評価が低い時期が続き、代表作品の多くはアメリカ合衆国へ流出してしまった。しかし、1974年に東京国立博物館で展覧会が模様されるなど近年は再評価の機運が高まり、様々な画集で紹介されて、日本美術史上での価値が確立した。 その作品は150以上から200点近くが現存している。風通図式山水図タイプな著作画集、図録。ありがとうございます。